まあ、とにかく、あのー、一気に上手くなることはできないんでね少し少し,少しこう積み重ねていいくしかないと思うんですよだからまあ,あのお父さんなり監督さんなりコーチの人たちがやっぱりいろいろ教えてくれるのはやっぱり上手になってほしいよと思うつもりであの教えてるわけだからしっかり聞いてねそれをやってみるっていうことは大事じゃないかな。まあ、それとはやはり足ね 何,だって何をするんでも足が大事だからやはりあの走ることとかねそういうことは基本だから走るのはきついけどね息が上がっちゃうし特に何かスポーツをやるんだったらまず走ることを意識してね人よりもちょっと多く走るとかそういうことが一番大事じゃないかな技術よりも僕は技術の,技術のことよりもやっぱり足を鍛えるっていうかな。 腰から下を鍛えるっていう意識はあのどんなスポーツにも通じると思うんでね、えー、今日こういう形で僕の言ってるのを聞いたらね今た思あのそれを見た瞬間からね「よし走ろう」ってそういうふうに思ってほしいな。